宮崎県庁舎は、宮崎県宮崎市にある、広域自治体である、宮崎県の役所の、本庁舎及びその別庁舎群の総称。5号館、宮崎県文書センター、宮崎市の中心市街地のうち、観光所が集中する地区に所在する。県の中枢機能は、1932年に建設された本館を、 はじめ、一号館内市十号館、議会棟県企業局庁舎といった建物に分散する。宮崎県庁本館は、現役の県庁、本庁舎としては日本で4番目に古い。2007年に、東国原秀夫が、宮崎県知事に就任した後は、観光地としての役割もになっており、2009年9月14日に、見学者が100万人を突破した。 投項目では、本館の歴史を、主に解説する。初代宮崎県庁舎初代宮崎県庁本館は、1873年1月15日に、三密県と都の条件を合わせて、宮崎県が設置された翌1874年に、現在地に建設された。宮崎県庁の設置場所は当初宮崎郡下北方村と定められていたが、 宮崎県側が上別府村への変更を申し入れ、これが認可された。県庁舎の完成までは、上別府村役所を仮庁舎として使用した。ご礼の福山県には、西洋建築での建設を要望していたが、国から、費用面などの問題で反対され、老格付き東ハーフの木造建築となった。総工費は、本庁舎のみで千四百八十円であった。 宮崎県が、鹿児島県に併合されていた1876年当初は、鹿児島県宮崎市長として、1879年2月27日以降は、宮崎郡・中郡の役所として使用された。江戸時代の旧日光国内は、諸藩が入り混じり、現在の宮崎市中心市街地はいわば辺境の地であった。このような場所に県庁が設置された理由としては、 宮崎県の中央に位置していたこと、諸般の影響を受けにくい場所であったことが挙げられている。現在の宮崎市は、宮崎県庁の設置を契機に発展しており、九州の県庁所在地では、長崎市とともに、城下町を由来としていない。竣工当時の本館2代目の宮崎県庁本館は1932年10月に、完成した。 1926年7月に軍政が廃止されたのに伴い県の事務が増大。人員も多く必要となったことから、初代県庁舎は手狭となった。県庁舎の増改築は現実問題化し、同年12月6日に県議会は県庁舎改築の件を議決した。ところが、同時期に大強慌が発生。 県庁社改築は暗証に乗り上げたかのように見えた。ものの、1930年8月に知事に赴任した、有吉実が、昭和6年度予算案の中で、失業救済の一環として、県庁社改築を提案。これが議決され、建設への道が開かれることとなった。なお、失業対策の一環として実施された、他の事業としては五代目立花橋の建設。 日向ーバ館の県道建設などがあった。総工費は約72万円。そのうち45万円は4つの電力会社が発電用ダム建設の代替条件として寄付した。この寄付は1920年代前半の県外送電反対運動の結果によるものであった。設計者は沖塩明、建築様式はネオゴシック建築、思工業者は 大林組である。2016年11月18日に、文化庁の文化審議会は、県庁舎本館、西門門中、東門門中の3カ所で、国の登録有形文化財を答申2017年5月2日付で登録することを、官報で発表された。県庁ライトアップ2007年4月3日に、東国原の発案で、 県庁の正面玄関に知事等身大パネルが設置され4月23日には県庁ツアーも開始された宮崎県庁本館から道路を挟んで隣接する宮崎物産館の来館者もこれに伴って増加した2007年7月10日以降は金曜日土曜日の夜間に県庁ライトアップを実施している2008年12月1日に宮崎市は 宮崎県庁本館を宮崎県文書センター旧坂本家とともに景観重要建造物として指定した。フェニックス伐採後の庁舎敷地内には県木でもあるフェニックスが植樹されている。特に正面玄関前にある3本のフェニックスの内中央の1本は1912年頃に宮崎市の天神山公園に植えられ、 1932年の現県庁舎春光寺に移植された県内最古のフェニックスとして有名であったが2009年に腰し5月21日に伐採された。ありがとうございます。